ちょっと待って待って待って、ごめん見てなかったって、見てなかったって、見てんだろこのボケっかす、残念だったな、やろうが。めっちゃ楽やなこれ、盾使ったらめっちゃ戦闘楽やん。来いや、来ないの、おいへぇはい、課金課金めっちゃ楽やな盾、来いや、貴様に貫ける盾などないわ。来ないのかい、来ないのかいマジ強っ、盾やば、盾舐めてた、半端やないぞこれ、敵の攻撃を完全に弾き上がる、すげえな、驚いたよこれ、マジで完全にボスの空気出てっしょこれ、完全にボスだよね私にはこの盾がある、私を守ってくれるこの誇り高き盾がな、畜生ちょっと噛んじまった、来いや、ボスだろ、ボスが来るんだろ、もったいぶりやがって、なんだあの切れ目は、まるでオマンティのようだな、ボスじゃない、ボスじゃない、いや、いや、やつは、ん、ああ、あれは違うか、オンラインプレイヤーか、いや、なんかこっからなんかすげえ巨体なやつが手から飛び出してきそう、怖い、何をしている、後ろ、私の覇王色の覇気に引き寄せられてきたか、え、やつの姿が見える、やはりとんでもないデカ物だったようだな、貴様、なんだ、あやかしか、あやかしにしては戦士のオーラが出ている、なるほど、貴様もとは中華を股にかけた天下の大将軍か、私の名は剣付中級兵、今は五千人将にとどまった俺がいずれ天下の大将軍になる男よ、おい冷たい鳥のボルド、トーン、読み読めだぜ、遅すぎるよその攻撃、おはは、おい私の五連撃を食らうとはな、よいしょやべえ、攻撃遅すぎ、お前マジ舐めてんの、戦闘舐めてんのお前、うわしょ、やべ、なんだこのゲージは、このゲージは、待て、なんだこのゲージは、エストビンオンライン、いやこれ初見でいけそう、喋らなければ初見でいけそうな気がする、ちょっと待て、とりあえずこのゲージが減るまで、いやマジで簡単でね、え、めっちゃかわしやすいやん、マジでなんだお前、ただの筋肉バカか、ちょそれやめてやめて、ちょか、そういうの、はいこんにちは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 っつってんだろ、挨拶返せバカ、あい、そういうのやめて、そういうのもうなんか何もできへんやんか、よいしょー、残念だね、うわくそ、ずるいな、二連撃かよ、ひるめや、なんで俺の攻撃にはひるまないんだ、私は貴様の攻撃にはちゃんとひるんでやってんだよバーカー、かわしやすいな、てめえの攻撃、これでも戦士かよ、よいしょー、はい、かわしにくいやられたぜ、いや、でもちょっと待てじわりじわりと攻めてくる、そんなやめて、僕なら来いや、私をいたぶってるのか、戦士の風上にも置けないやつだな、私の必殺技見せてやろう、我無敵なり、我わっ、ちょ、なにブロスティーブって日本語で書けよバカ、私の必殺技を見せている場合ではない、なんだ今のは、何、私の、よいしょー、かわしやすいんだよタコスケ、なんだ、お、代理体系に進化するのかね、初見で私に代理体系を見せた愚か者やつ、早いよ、まるでブラジル代表自分戦士アドリアーノを彷彿させるようなその立ち回り技術、恐れ入ったよ、長い戦いになりそうだぜ、さて行くぜ、さあかかってこいボルドよ私に勝てると思うてか、それはただの巨体だろ、私の必殺技、さっきはお見それしかねたな、見せてやろう、来いトン、バカ野郎が、もう
っと、かわす技術まで覚えちゃった。我、無敵なり。我、無敗なり。と、我、最強なり。真の一方影技、狂気の術。私が両手の剣を持って気合を貯めることによって、私の戦闘力は、ダーン!アップする!さあ、やばい!早すぎたか?さあ、私の攻撃受けてみよう!どうだ?後ろに下がったか。お前でも私のこの両手の技、どうしよう、ダメ、ダウン、あ、やばい、逆にかわしちゃう、三連撃か、なろうが、なめ腐りやがって、なめ腐ってんな、てめえ、よいしょ、かわしてやるぜ、ちょっと待って、両手非常に使いづらい、ちょっと両手やめんかい、なんだ両手って、ちょっと待て、くっそー、まさか私が流浪に剣心陣営から授かりし岩座通用しないとはな、来いや、蹴りをつけよう、引導を渡してくれる、そこは俺の間合いだぜ、ジェット、トウ、よいしょ、読み読めだぜ、2回来ることはここで、よし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 、いいぞ、両手オンライン方向、トウ、やくそ、やつめ、私の方向のタイミングを狙ってやろう、できる、ただ今の俺は攻撃力が、よいしょ、あ、上がっているぜやべ、なんて打つ気、くそ、ノーモーションからのガトツゼロ式、やつめ、ただの脳筋野郎じゃない、やつはできる、私がどこにいるか分からんっつってんだろ、そのやめろ、そういうのやめんかいと、どうだ私のかわし技術、ラストビオンライン、おい、くそ、じわりじわりと間合いを、私の覇王色にビビったかな、せいよ、さあ私の攻撃力はアップしてるぜ、トウ、ここ左から右にかけて、オッケー、いや3連撃か、いやこれいける、ゴリゴリいっちゃう、ゴリ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 、第2体型だろ、第2体型だな、さあ貴様のスピードは著しくパワーアップする、だがな、うわ、なんだ、おい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 、それパワーアップしすぎちゃう、ちょっと待って、遠距離攻撃だぞ、遠距離攻撃だろ、ここトウ、うまっ、マジうまっ、え、食らってるし、マジうまいと思ったら食らってるやないかい、ちょっと待って、え、何、私が見えていない、貴様さっきから私に肛門ばっかり向き上がって、まさか私は貴様にとってうんこのようなものだと、そう言ってるのか、おのれ、私をうんこと罵倒したやつで生き延びたやつは一っ子一人いねえんだよ、死ね、この右足を重点的に、あ、右足、やつは、よいしょ、右足をチクチクとさせることによって、いいやつ、やべえ、2回、オッケーオッケー、1回回復して回復して回復して、これ後ろから、後ろから、ちょっと待って、今確実にこう思う、あーくそ、貴様の名は何だ、ボールだかの昔、春秋三国時代に円という国に山の民を進めるオールドという将軍がいた、貴様はそいつの慣れの果てか、もしかしたら、クソ、もうやろう、よし、ここでちま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 、こんにちは、泣く子も黙る月下中継です。あれから1時間、いや2時間経ったんだ。ああ、このババアがね、持ってたやつをね、買ったんですよ、私この斧から進化してこんな斧になっちゃったんですよ。斧と槍が融合した武器、その名もハルバードだ。ハルバードでピンときた人はいるかな。かつてこの地球というものは隕石がぶつかり合ってできたものだ。そしてその隕石の中に含まれていた水分が雨となり海を作った。だがその前、隕石がぶつかった瞬間はマグマで溢れていた。その時だ、その時、その地球の息吹がさあ始まろうとするその時に誕生していた、いや降臨していた神の名がハルバードなのだよ。イニシエの炎の神ハルバード。今適当に作った作り話さ、騙されたかい、子猫ちゃんたちを。で、このハルバートね、斧と槍と融合したやつね、これね、すごいんだ。何がすごいのかって
向いていただこう。通常 R1 の斬撃をすればこうやって右左縦横無尽に振るのだが、このハルバートいささかじゃじゃ馬でな。斧がついているにもかかわらず R1 を押すとにゃ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 、驚いただろう。私も驚いたさ。大金はたいたんだぞ。まさかつくだけって、嘘やろ。嘘やん。じゃあこの斧何飾り。にゃ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 、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、待て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 、せい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 、ありえるか、そんなありえる。いやこんな敵もびっくりするわ。こんな、しかもな、5回攻撃できてんけどな、これリーチ長いからか知らんけどな、4回しかできひんねん俺のこの今のスタミナじゃ。4回だけだよ。4回の月でいけると思うか。いや、このなにわの僧侶こと血芸の中級兵でさえ4回じゃさすがに4月じゃ無理だよ。無理やぞ。なんやこれ、使いにく。こんなジャジャ馬を手にしてしまった私は。だから R2 を押すとな、見てみろ。イヤッホー。一応ね、まあ斧としての役割はあるんですよ。だが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 しかし、このガトツに特化した我がハルバード、両手に持ち帰るとだな、以前こいつにとって必殺技は我が力を一時的にパワーアップさせるものだったが、ハルバートの場合はイヤッホー、走りながらのガトツを放つことができるのだ。まさに男のロマンだろう。これを使ってやつをムクロにしてくれるわ。